意気込みを。みんな応援してね。アイドルなんだけど。面白いわ。よし、じゃあ始めようか。ガチです。島崎 VS 里丸。まあちょっと本当はね、5先とも言ってたんですけど、ちょっとこの後イベントがあるので10先はちょっと厳しいですね。この後なんか5時からやりたいことがあるらしいんで。そう、5先にしようぜとクレジット入れてから決める、このグダグダ感。じゃあ実況はこの私、星屑野郎のアレンリスで、イエーイ。じゃあ 1P ガーサルが里丸ハイド、 2P ガーサルが島崎圭也。どちらも本当に大宮からの出身って感じですね。このフリップから強くなってきた2人、今ここに CU を決する戦いが始まっている。さあ、まずターンを取ったのは島崎圭也、端っこへ持っていって、さあここは投げ暴れ通され、さあそしてハイドのターンに変わる。そしてボーカル状態もハイド、ザンビーが通って、さあケイアスはなかなかグラップに使えるっていう技がないので、こうなってしまうと己の力だけが頼りだ。みんなも島崎さん応援してくれ。やら、ここ投げをすかしたが勝利。小足の隙の短さ。セカンドクロー、第2ラウンド始まって、まずシールドしっかり取っている。ファーストタッチはまだといったところ、ハイドのターン。さあここでいつもの攻め系のつっちゃうねから、さあ最速じゃねえ、つながりはしませんがというところ、投げて端、そして投げ、やるじゃん、ね、さあキアスのターンが始まって、投げ抜け、ロークビーからインクリ少し、インクリ少し、さあハイド君の鉄板連携ですね。ロークビーから1ヒット目をキャンセルのインクリ少し、1フレーム有利だそうです。まだ始まったばかり、もう始まってる。さあすごいですね、1試合目途中なのにダメみたいですね。みんなも島崎さん応援してあげてくれ。さあ里丸くんが一方的にヒール役ですが勝利。ここは時間を稼ごうという魂胆か。暴れ、はい、さあでもこの暴れが功を制して、ボーパル状態、投げ抜け、ロークビーから、さあ厳しいですね。あんまりハイド相手に投げないとこっちが何もない状況で暴れるっていうのは難しいです。ここはこわインクリス5から、ロークビーインクリス5Cのオービタ、距離を上げて投げは使っているが勝利は出さない。ちょっと危なかった。完走、アサルツアンビー通って、2ラウンド目を取るのがサートマルハイド。サードクロー、リバイド。さあ第3ラウンド、最終ラウンドにはしたくない。さあでも厳しいですね。残り2ラウンドもサートマル君は落とせるので気持ちがかなり楽。ちょっと変なことして、まあ、1ラウンド取ってしまえば勝ちだし、逆に島崎さんはゲージを使ってでもこのラウンドを取らないと始まりません。あ、さあ足墓ができた。さあみんなすごいです。ケージ出し帰ろうって言って、あー飛び越えたか、ちょっと判断に迷った結果が、さあ遅らせのパスから繋がらない、ジャルクシー、そう3走。さあ2ビヒルができないか、2ビに島崎ベーロ、これには島崎さん苦笑い。3走、さああとワンコン、ここはベーカングラス、ジャンビからジャンシー、これは昇竜から EX、 一戦まず取るわ里丸ハイド。俺だっていつまでもか。さあ島崎さんの悔しい顔が配信の台からとてもよく見えます。うんうんって言ってます。つらい、つらくはないけど、分かってた、分かっていたが止められない。さあコメントはゆとり社員アジダハーカーダメみたいですね。さあ早速通して、そう落として、さあ接しながらグオー叫んで、叫んでいるけど 3C クラで全てが台無し。それオーガーゼロペルシーを 3C で、そう3層。さあ奥手目はアサルトが見えない。さあでも厳しいです。ハイド君小足が強いんで小足に注意したいんですが、そして投げも強いから投げに注意したいんですが、アサルトが飛んでくる。おお珍しい傘当たり。アジダハーカ君のテンションが上がってないですね。もう俺ダメみたいな、もうダメや、もうダメ無理みたいな。さあ里丸君が素でプレイヤースキルが高いと褒められています。里丸君もちょっとにっこりしてきそう。うわーひどい、あーっとアサルトで動物虐待から DX を見た、落として、これは死なないが無理ですから
発生が早いものを出しながらターンを奪い取りたいが距離を空けてしぶき飛び込んで下から来ますよ。ジャンビア避けている。今のジャンロクシだったら危ないところ。アジ君がリフレクトから距離の取り合い。ただケイラスも手を出しやすい距離ですか。ハイドも全然手が出しやすい距離です。投げそして投げ、あんなに散々アサルトを見せられたら通ります。投げさて何かするんだろう。フォースアクション、まずファーストタッチは島田ケアス見てから、これがあるから容易になかなかしちゃいけない。勝利は呼んでいる。はいカウンター始動。2260だか状況は悪くない。そしてさあちょっと様子見を応援しながらアサルトが通ってタッチぐらいリフレクト。ここは投げ、ちょっと技の重ねが当たった。おっインフィニットインフィニットアースね。ゲージも 40% 回収。さすがに死ぬでしょう。さあ1ラウンド取り返すわ。やっと島崎さんが1ラウンド取った。やっとモーターのコイルが温まってきたぜってことでと言っておきながら、まずバストタッチはジャミコワコワからここで暴れて悪くない。まあ、ハイド君ね、コアコアからずっとコアコアを通させてるとね、ハイド君がやりたい放題なんで何回かはああいうの見せないといけない。さあよし勝ったな。風呂入っていく。さあ視聴者が風呂に入っていく。それは負けフラグ。ベールを当ててしっかり端を吸わせる。投げ。さあこの状況ならワンコ当たってくれれば。ロックからアジタンカを出せながら死ぬか。まだ残る。あとドット、イブキ一発でも当たれば倒せるが、ここで大きい2ラウンド連続選手ですね。島崎さんリーチ投げが通らない。ジャンビ小足が来た。ジャンプシー欲しいから1層3層置き攻めがここ暴れた。さすがにもうそろそろ暴れるよと。しかし何もしない。一発で帯びたからリフレクトが下からの攻撃で弱かった。お見合いからジャンプで避けるが、コアコア相打ち。距離を少し詰めたい。サイドが手を出しにくい位置から端を背負わせたが当たってる。なんでオービターに当たってしまい、 B 派生はカラキャンができます。ダッシュを寄せにバックスが投げが使って畑を耕したらアジターカーを巻き込まれてラウンド取られたでござる。さあラウンドも2-2。からまずは島内さんがいい感じで2部から送らせつつ投げ通るバックステップ。さあハイド君バックステップ十分優秀です。投げ足を背負わせながら血を取っている。もうここは戦車層いつものグラス後ろだ。怖い。しっかり投げ抜け。お投げ足を背負わせた。味君が出た。ああ6組2層、3層、あっちまで画面半分温存してからティッシュを避けてリフレクト、シーゲスからこれは死なない。投げ抜け、そして橋が近い。終焉の時は近い。投げ抜けアジャーから様子見ながらアジャーが消えているが CSR よけてあと間に合う。怖っからさあ崩せればだが崩されれば死ぬ。どっちもどっち強力。これで1ラウンド取り返したのは島田圭康。なんか髪ないですかね。髪ここに書いてある大丈夫ですか。あざっす。ラウンド1-1ですね。意外とわからない勝負じゃないでしょうか。さあ皆さんも島崎さん押しています。キャー島崎さん距離見えないかというコメントが。さあそして秘宝うちの部下がすぐ帰るアジタ墓のことじゃないですかね。グラス武将板斬新跳ね返す今あっおーちょっと面白い人。ここは欲しがって割った。欲しがって割れて今ちょっと熱いクリットの夢がよし見て投げ抜け6人が欲しい。ここはガーキャン端から逃がさない。そしてボーパルもしっかり見せて斬新が斬層欲しいからジャンプ C が入らないバックステリー端から見せて斬層おー西島来た。よいしょ
よし、ここはシマザキベルオフ投げ抜け、5Cから5Cで6B、5Cで死なないか、いや、相手の回復がちょっとわからないぞ。ここから EX で死んでしまいました。1ラウンド戦士里丸ハイド、しかし強いとるが投げはさすがにその距離だと空中シールド、まあ、ハイド君ね、確かにジャンロクシーちょっと多いですからね、そういうことを取っていくと何か活路が見出せるのか。さあ相変わらずケイアスのターン、大倉関美に2投げ割って、今橋が近い、 6B から越し、まずこの 6B をどうにかしたいですね。3層越しからジャンロクシージャン ABC5B からと投げて、さあまだボーパルは渡さない、だが体力6割と5割といったところ、そして入ってしまって、そしてボーパルは愛を、そしてあとワンコンで死んでしまう体力、すみません、まずは橋を脱出したい。さあ片目が続く、さあステアがからおーってヒールドドッグ、ここで出ました、橋を脱出、そして体力もあと4枚といったところ、今の感覚うわーゼロシー拾わない、シエス、とりあえず橋を脱出しながらターンを奪い、フォア投げ、ここはカウンター、1枚からそう回せてバックス暴れを誘うが飛んで危ねえ、うわーイミントラスイギス入ってシジング、うわー2ラウンド目連続選手サトマルハイド、ありですね、イミントラスイギリスはまあそんなに強くないとか言われてますけど、ボタン簡単に出せますし、アサルトはガード不可ですからね、ボタン押すだけでいいです、そうですね。あ、ちなみにイートワースユーサーさっきジパンさんが言った通り投げられちゃうんでグラップとしては仕込めないです。なんだ今の VO、 なんだ今の VO。 フォーパー 6C ディレクトを出しながらアサルトしっかり見えている、バックスで今度はやり返した、果たしてお、なんだこの表裏、なんだこれ、さあリンネっぽい表情している、フォーサンションが出てしまって長めにダッシュからロークミー、さああの状況ハイド君にほぼ勝てないと思ってもいいでしょう、無理です、ワッツからこうして暴れて、これが勇気フラッグ取り返す、2対1、まずはターンを取ったといったところをフォアシュート立ててファーストタッチ、そして体力も2割くらい奪いながらオーチャーを逃してロークシーから、まあまずこの距離を保ちたいですね、そしてさあ橋に来た、ロクシーから CS 攻め継続、投げ抜け、 DC から表裏交代、アサルト VO でガードが出てる、下げてる、ちょっと遅かった多分今ジャンプしてから出てたんで、もう 2,3 フレーム早ければ当たったんでしょう、わーしゃばれてさあお前なんかするんだろうと、だがこの小足で体力あと少し、そしてなんとか2ラウンド目は取り返した、ラウンド2にゲージ140と41、開幕はまずハイドがアサルトから、いつもの攻め系のダッシュ投げ、まあ里丸君あの状況からね、キー投げはあんまやってこないんで、フォースアクション読まれていたか、様子見したらフォースアクション来たから壊して勝っていって、これはジャーカーバックスに刺さる、バックスでよくね、シーズからコアコアが我慢できなかった、1層2層3層ダッシュで近づいて、こちらゴビーから暴れてフォーパル状態確保、さあ体力的にはオビタからジャロクシー先端あたりだから助かったぜ、オビタ出すだけ変に汗はしませんと、ここはガードができる、アサルトはバックス回避、ロクビーからコアコア、ガキャンまずは離して、さあ厳しいですね、この状況勝つためにはあと一発は事故らしたい、でもこのコンボゲージがないんで死にきらないと思いますが、ゲージを使って近づくなと、ロックシーで返しながら CS バックステスケアから EX スケア、さあハイド君はゲージ100使ってターンをダッシュ、リスからコンサクションスケア、いやハイド君のスケア地味にいい技です、壊し 2A が当たって体力はほぼ5分、 CS を使って距離を離してこっちに来るなよと、
勝利勝利ここで出していく勝負強さ里丸くん自分で出しておけないからなんでだよといやー島崎里丸で 1-2 です俺だっていつもさあ里丸くんの勝負がかけてきたこれは流れが変わってしまうような一撃でしたねいや今のは取ってほしかったな島崎さんもなんか擦ると思ったかって言ってますがなかなかでもああいう時は手を出したくなります欲望ですそうですね欲望に負けた島崎さんが悪い逆に今だからこそ待つべきということもありますがあれださあ割れてしまうとカウンター扱いなのでアサルトからでもすげえコンボが入っちゃいますさあそのダメージ3068高火力コンビだから CS カラケンが効くんでアクリアスから高サンクションまず足を出すシールド投げハイドはねアサルトも立派な苦しいですからねそのアサルトも何回かまず分からして崩しをちょっと減らさないと大クラスっぽい小足からゲスミン当たるとここで2B を通して使ってゲージはまあちょっとだけ回収できたしないよりマシセカンドクローピンチダウンの選手は島田ケアスさあ第2ラウンドまずは近づいてのハイドだがターンを取ったのは相打ち先に起き上がってターンを取ったのは島田ケアス壊したら独身おーっと危ないどうしようよそしてこっちもよお前にボーパルを渡さねえ DC バックスガに入って橋が近づいてくるせやから大見た咎められませんこの攻防アサルトが通ってボールサンクションこれはダメージ重視か落として相打ちバックスで欲しがった結果がこれだよそれ2走3走さあボーパル回りそして投げが通ってしまえばちょっと時間を稼ぎながら昇龍しっかりした判断さあ 1-1 といった状況そしてゲージが入るのが多いパーソナッチもハイドさあハイド君はですね一発でもこうやって当てられてしまうと一気に画面が近づいてきてしまうので投げをすかされてあっこれ僕の字が入ったんですけど3って書いてあるんですねすいませんねマルコイ里マルコイあっうわすかしてしまったコンボミスから手痛い反撃安く済んだが橋は出してきた見てから間に合ったキャンシーで落としながら表裏を取ってアジャガイここでまた表裏落としてさあ画面足息吹から昇竜を潰しながら CS 使ってゲージを使って2ラウンド目を取っていくわ島崎ブライトさあまずはゲージ100使ってターンを取ってオービタを読んだから 6B でさあジャスを消そうとするもフォーサンクションオービタからアサルトジャンゲバックスよけながらアサルトジャンビシールド張ってしまったが手痛い反撃はならずさあ反撃はもらうおお潜ませてあったほとして CS からちょっと勝利は迷ったか体力5割と8割といったところさあしかしケアスの火力を考えるともうちょっとダメージを与えておきたいそしてジャノクシがカウンターハイドのターンアサルトコアからボーダー DC からフォースサンクションスケアから EX 護衛で攻め継続しながらあっちゅう間に画面足この嘘よく読まれていたと周り込み読んでいたかそう2走3走ボーダーから何をするかさすがに何もできないかダッシュ投げ大胆不敵バックスよけるジャンプシーよけてさあお互いダッシュで CS ちょっと出なかったが被害は安く済んださあ島崎さんあとマンコンといったところだが下手な当たり方をしてしまえばゲイアスも CS おーティビー落として死ぬのか死ぬのか死んださあいい勝負ですね 2-2 です割といい勝負ですね取って取られて取って取られてガード死ねえんだけどさあ里丸くんがオコですガード死ねえんだけどとさあそして島田さんがある読んで爆睡すればいいんじゃない読んで爆睡すればいいじゃないあっさって思ってますあの人さあそしたら里丸くんももうそろそろ動きを変えてくる声でしょうかこれさあ島田さんが乗ってきましたあっさって叫んでますこれ5時までに終わんなそうよ5時今何分ですか今47まあまあまあ
ありっちゃありかな。もう5時の時点で勝ちが多い方が勝ちってことで、ワンチャンそれもありですね。5戦完璧にもう勝敗関係ない5戦勝負にするか5時までにするか、そうね、じゃあいいかな。まあ、次の試合で一回聞いてみましょう。ちょうど5戦ですからね。そう、これが5試合目だから。投げをすかした、金投げになってしまった。さあ、インクリス越しにはできればシールドボックスで距離を離したいですね。ああいうのは、まあ、メルカマなんか 6B ガードしたらとりあえずガツ入れ込んでおくとインクリス越しに勝ったりする。そういうことを見つけるのも面白いんじゃないかなみたいな。インクリス、おお、 6C 跳ね返す。さあ、リフトをパンパンさせながら朝から飛び越えて、さあこれは誰だき、島パンだき、神だき、島崎です。何それ、ラーメン作れ僕イケメンみたいな。今ここにいるのはかっこいい島崎さんです。手崎なんかじゃありません、島崎さんです。さあ体力は5割と 4.5 割 3.5 割といったところか。ディシッ、さあ睨み合い、さあケアソン攻めているか、あざかよ、アップね、腰が当たったか、いやまだ、あゴミだったよ、すいません、あーもうやべえ終わった、あそれから拾える、さすがしっかりしていた。セカンドフロリバウンド、大ちゃんセンスするわ。さあ止まる、ハイドオービタ栄えろ、これ絶対お前アザーガだろお前、これはアザーガ投げ、インテリジェンス、セルフィーだ、アサルトしっかりガード、固め固め、あでも怖いですね。ハイドは 3C グラム結構強いんで、いつか飛んでくる可能性がある。お足を1回置いて白金しました。もう一回投げて、さあこれは、おおー、CS がしっかりいくよ、おお、さあお互いいろいろ起きた、相手にゲージを使うか、あっとこれは流れが変わってしまうか、うわ流れが変わってきた、流れ変わったな。さあこういうのは結構響くんですか、ストゲーム、おお、なんやその空対空、アサルト4のが1点読み、さあ技を借りて時間切れみたいな感じでしたけど、今のここは EX で一緒にゲームバックして勝利を少し行動か、今のは投げ、じゃあ読めてんぞ、6B 飛んできた、 GS よいしょ、そう2層3層バックして 6B から投げた、割れている、そう2層3層投げたらなのにこんなダメージ、カウンターは痛い、グラップ潰し、はい、ダッシュダッシュ、アサルト、アサルト JB が通って、島田さんになって見えねえとのこと、1層2層3層あとワンコン投げても死んでしまう、そしてボーカルハイドを投げ、2ラウンド目選手はさとまる、まずはまあいつもの通りメルカバでも咎められないんです、あの行動、そして EX まずは発射脱出したいところだが、さあジャンプしながらアジャーガ 6C が入るが、これは拾えない、アジャーガでちょっと見にくかったか、通りっぽい落として、おお画面下強いからジャンプして、うまいですね、今の熱波でちょっと怪しそうなところはしっかり回避と、なんだそれ、まあリフレクトカラーチに見えますけど、ね、リフレクト滝強そうですね、今日はただ本人負けてます、6B1 回、今のは6B 暴れ潰して、カルタガン投げが使ってしまって、そしていつもの攻めから四隅割れた、あーやばい、さあ佐藤君今まで早かったんですけどちょっと遅らせてきましたね、さすが引き出しの数が多い、どこ投げを使って、だが 6B アサルトで逃げる、さあでも今のは勝利でいいんじゃないって言ってもいましたけど、 6B で当たるともっとダメージが取れるんで欲しかった形でしょう、飛びた派生、島崎さん前回続いてまた負けてしまうのか、スケアはからかんできます、まあ何か危機を感じたかもしれない、ジャルクシーからダッシュ近づいて、 6B から 6B から投げ、バウンドしてしまった、2層2層2層死なないが、死なないがゲージ100かってボーパル状態のハイドはこれがあります、ここ、おお、6点すぎる、あっ個人投げ、ボールの熱波で対応、勝者はさとまる、ハイド、2人ともこれ5戦したけどな、いやどうやってやる、まだ1回ぐらいできそうだけど、いやまだ1回できる、これで負けたらゴムだよ、確かにこれで終わったらさとまるの勝ち で、いいね、じゃあ最後に1回やっちゃいましょう、さあそう枠的にもちょうどあと1試合できるんです、さあ島崎さんが2本、さあ里丸くんが3本、あと1戦
島崎様は勝って五分にしたい。里丸君は完璧に勝ち越して気持ちよくなりたい。三三か二四か、ね。そうですね。三三二四はかなり差がありますね。このままじゃ終われねえ。内容は五分。突き放しながら、さあ距離が空いた。さあ怖いですね。メルカマなんか距離がある気なら、ハイとかやる。ああ、その勝利は何でしまったか。まあ結構あります。多分ダッシュボタンダッシュしようとしたらあれが出ちゃった。あ、なるほど。メルカムなんかも結構たまに出ちゃうと。獣を消す可能性。獣を読んで。CS 勝利。安定フォード。ジャンピー。あ、ジャンピー入って。日本サンクションから。これは高い方を選択。よし、見て投げ。下せない。これが強い。2層、2層、3層。さあ、あとワンコンメントクラブ。うわー。ベロが読まれて。ゲージもたっぷり、ハイドはしっかり持ったよ。まあまあ、2ラウンド目。セカンドクロゲージ200、これは痛い。深い向き DC とアサルト、噛み合って。おぉ出ちゃったかん。フォースファンクションでコンボを伝えて、オーシャレに決めながら、橋が近づいてくるぜ。が、6ミ。アサルト、飛び越して、バックステイから6ミ。3層。うわ、拾えなかったか。補正切りっぽい形にダブルアップ。うわー、佐藤1点読みか、今のは。 CS 追わない。おー、追わないときたか。さあ、ハイドは無理をしないと。さあ、アジダーカー頑張っている。アジダーカー頑張って、ケアスも来たぜ。アジダーカーが潜みながら、おー、ロークシー拾えて1ラウンド取り返すは島崎ケアス。11ゲージも200154、5分に近い状況。小足が入ってしまった。ヤングが入る。さあ中央からならあっという間に画面端。おお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 おまあそうですね、ロケ点からなんかいろいろ変わってんのはね、まあ、一部のキャラのユニットワースが端から中央にならないみたいなね。ほう、暁とか前は神風やったら中央に戻ったんですけど、今端維持なんで使いやすくなったみたい。結構その辺の細かい調整なんかも見とくといいですね。ほんと、はい、そう、2層、3層、あとワンコン。そしてボーバルはハイド、絶対絶命か。投げ抜け。しかし CS 何も手が出せない。アサルト、アサルト JB。 銃弾見えてないんだけど、サタマルク銃弾見えてないんだけどみたいな。ただ島崎さんも荒れっぱなしで済むわけないと言ったが、銃弾と思ったが、アサルト、ジャンゲ、しっかりガード。バックステ潰された。ロケテ突き強いですよ。から1層、2層、3層、バレザキ、島崎、ロータス、ロータス、何もさせない。そして今度は小足。いや、里丸くんの勝ち切った。さあ、里丸くんの引き出しが広い、広い。投げ、投げ、ワンチャンあるか。投げた。投げ返す。バイちゃん EX が入って、勝者は里丸ハイド。里丸くんの勝ちでした。お疲れ様です。本日の成績、島崎さん2勝、里丸くん4勝、24です。24でした。じゃあ里丸くん、最後ぐらいしゃっきりしよう。擦ってんだけどこいつ。くだらねえ。いやー、意外とやれたわ。意外とやれた。てかさっき降りたくさ、分かってたんだけどさ、コパン刻んだ後にもう一回もくれこれ来ると思ってなかったからさ、間に合わねえと思ってたからレバー戻しちゃった。コパン一回刻めんのね、あれね。刻める時と刻めない時、あれさ、 CM のでさ、最後の叩きすぎでさ、あの間にコパン一回刻んで裏いけんだね。いけるいける、いけると思ってなくてさ、一回戻しちゃった。分かってたんだけど。じゃあこの後、レディースプレイヤーの11戦とりあえず11戦はこれやって、ただ勝敗は6先らしい。6先だから11回はとりあえず11回はやる。ああ含めてと、なんかあーあー、なるほど、勝っても負けてもやると。なんと今回はインフルエンチをレディースにもらって、あ、レディース段階でレディースによる運営大会もできる。なるほど。じゃあちょっと次枠に行きましょうか。なんか面白いタイトルしたい。時女性だらけのみたいな。いや、時女性だらけのみたいな。まあ、開けるな。おい、お前赤チームしかいねえじゃないか。